やあねえイルムーン田中由紀、私のカリスマポヨ10K。 カリスマあふれるパフォーマンスに明るいスマイル、ギャップの天才田中由紀です。今から簡単に自己紹介します。こんにちは、最近髪が短くなった田中由紀です。生年月日、私は2004年2月14日バレンタインデー生まれですけど、お菓子作れません。2つ目、私は塾の先生やダンスの先生をしていたので、自分の知っていることを人に教えてあげるのが大好きです。3つ目、私の一番好きな食べ物は餃子です。好きすぎて T シャツまで作っちゃいました。4つ目、私の特技ダンスです。どんなビートでも踊れるので、今からちょっとだけフリースタイルします。女は女らしくとかうるせんだよ。シャアボーイナウ、どれにしようかな、なななななな、どれにしようかな、なななななな。数字に満足せずに、絶対にデビュー圏内の11位までに絶対に入りたいと思ってます。この子いいなって思ってもらえるように、自分の最大限のいいパフォーマンスを見せれるように頑張ります。真面目か。はい、真面目です。こういうことかにユーモアを与えていただいて。真面目だ。これマカダミアかな。マカダミアな。三分子同盟な。何でもいいです。三分子同盟なんで分け合って食べます。あ、来た。え、なんで